ゆっくりがお送りするガネボ実況動画。今年最後の実況がまさかの完全敗北、ガンブム FPS マリサもいますよ。だがちょっと待ってほしい、今なら懲役10試合すれば慰謝料として2023キャピタル絶対もらえちゃう。ガネボ冬の冬祭り絶賛開催中、復帰するなら今っきゃない。なんでこんなものをガネボに落とす。これではガネボが寒くなって課金者が住めなくなる。過疎の冬が来るぞ。もう致命的に過疎ってるから平気平気。お客様の課金期待の価値を守るためです、ご安心ください。ただキャピタルもらっても新期待全然出ねえんで使い道がない。結局2ヶ月に1体しか新期待出さないのがこのゲーム最大の敗因なんよ。だが課金大好き勢の皆さんご安心ください。新たにこのアイテムパックガンダムが追加されてます。 MVP 時のラストシューティングムービーと白黒ポートレートのセットで780エボコイン、消費税は元よりいただいておりません。おお、このムービーはかっこいい。ただ難点はわし MVP 全然取れねえんで、これ見る機会がまずないんでいらねえわ。それな。他にも今週のアップデでまた色々期待調整されたみてえなんで、久々にランク迷いながら調整内容見てみましょう。おい、なんだこれ、わしシルバーなのにゴールド帯に出荷されとるぞ。しかもなぜか相手チームにはプラチナも一人いる。格差マッチガンバガンバ。年末ながら相変わらずかそってますね。やっぱ今のゲームって、一度かそるとなかなか人は戻ってこないっすから。もし誰もガンタンク乗らないのなら致し方ありません。私が責任持って乗りましょう。デートだとガンタンクしか乗れないガンタンクおじさん。わしだけシルバーなんやからこんくらいは許されるやろ。今回大幅に弱体されたのが前回大幅に強化されすぎて爆風ゲーになりつつあった。マヒロさすがに爆風感度3000倍はやりすぎたんで運営も焦って即修正。前方優遇ファッツファッツ。そしてついに最強機体エクシアが射撃ダガーの威力と撤収倍率を下げられる下方修正。むしろもっと早くやってほしかった。あと今回意外だったのがガンダムとドムトルーパーの突然の弱体化。ガンダムシールドが HP1000 から一気に400まで減る超弱体に、ハイパーハンマーもクール2秒増し。確かにガンダムはハンマーで縦割れもできる超万能機で、射撃も高威力で縦もあるからわからんでもない。ウルト強化してくれ。今マニューバ弱いんで許されてたと思ったけどそんなことなかった。でもドムの HP100 減らされたのは納得いかねえ。たかが100と侮るなかれ。 HP1100 になったことでジムスナからヘッショワンパンされるようになったのはかなりでかい。でかくない？むしろジムスナ2だけこれまで一度も弱体化されないのなんでなん？砂が難しい職っていうのはわかってるんすけど、砂強いゲームってほぼクソゲーだということをガンオンで学んだやで。でも開発に砂愛用者がいるので絶対に弱体化しません。じゃあしゃあないか。でもガンタンクだけは HP1200 から下げないでね。次はガンタンク。マラサイ、ニューガンあたりが HP100 減らされるから見とけよ見とけよ。あとはニューガンのメインウェポンがバリア展開中に微妙に弱くされてたのを廃止。弱くされてたの全く知らんかったレベル。全体的に今回の調整は妥当だったと思う。知らんけど普段カジュアルで引き転がされてるだけのエンジョイ勢に期待バランスとかわかるわけないんよ。なんやかんやで2分半残して敵にあっさり2つ目の拠点も制圧されて前半終了。なんやこれ、ランクまでも格差やんけ。根本的に PVP のゲームって人が増えないとどうバランスとっても拮抗したゲームにならないんで、そこはどうしようもないかんね。ラウンド2でも圧倒的実力差で A 拠点を踏める気配もないまま蹂躙される地獄みてえな展開。ランク魔の方が競った展開なると思ったけど今はそうでもないんやなって。唯一の救いは前回のアップデで試合時間が短くなったんで
この地獄みてぇなリスキルが4分で済んだ点。試合時間短縮はマジでいい調整。やっぱテンポよく切り替えて次の試合行った方が、精神衛生上映ですか。なんでこのタイミングでナイス催促された。ステムが煽り誘導するわな。そして当然のようにシルバー2に降格。二度とやらんわこんなクソゲー。やっぱエンジョイ勢はおとなしくカジュアルだけやっとこ。てことで今度はカジュアルの新マッププレイしつつ、来年のガンエボについて語り合おうではないか。来年はなんとあのスチーム版バトーペ2が、ついにネットワークテスト再開します。やったぜ、とうとうバトーペが PC でできる。さらにあの伝説の大人気ロボゲー、アーマードコアの新作が発売予定で。やっぱフロムゲーは強いからねー。ちなみにアーマードコア6の販売は、エルデンリング同様バンナムが担当します。これ来年完全に身内から死体蹴りされる未来しかないのだが、体は闘争を求める。ブルプロも始まるんで、来年は忙しくなりそうだから丸山 P ごめんね。ライバルが全部バンナムの新作なんよ。丸ちゃんって会社から嫌われてるん。まあでもガンエボは FPS で e スポーツだからジャンル違うんでね。問題はそこなのよね。スタート当初はこのゲーム、e スポーツとしてガッチガチの競技系 FPS としてやってくつもりだったのよ。ところがギッチョン FPS 系のプレイヤーは、現状ほとんどがオーバーウォッチ2に移行する惨敗。オーバーウォッチやバロラントには勝てんかったよ。で現状このゲームプレイしてる人って、結局ガンダムが好きな人がガンダムゲーだからって理由で遊んでると思う。逆に言うと、ガンダムゲーだから FPS プレイヤーに受け入れられなかったって部分も大きいかも。要するにこのゲーム、売り方を間違えたんよね。ガンダムに興味のないガチ FPS 勢に、側だけガンダム被せたライトな FPS を売ろうとしちまったんやな。結果すぐ飽きられて、残ったのはガンダムファンだけだったっていつものガンダムゲー。しかもガンダムファンって FPS よりも、自分の乗ってる機体が見たいから TPS の方を好む傾向にある。ガンダムファンにとっても微妙なゲームになってもうてるんやな。せめてこれ TPS 視点でプレイできたら、わしももっとモチベ上がってたかも個人の感想です。でこれからガンエボが巻き返すには、やっぱガンダムゲーな部分を前面に出していった方がいいと思う。要するに新機体をもっとガンガン出すべき。やっぱガンダムファンならいろんな機体に乗れるってのがモチベにつながるんで、2ヶ月に1体では足りないんすわ。公式放送では丸山 P も将来的には増やすかもみたいな話はしてたけど、今んとこあまり乗り気じゃない雰囲気。競技性を重視するなら、やっぱ新機体増えるとバランス取るの難しくなるかんね。ただ新機体増やせば人が増えるって保証もないんで、そこはもう運営の判断ですわ。なんやかんやで両軍に拠点爆破成功で、延長に突入。珍しく拮抗した試合展開じゃないの。ただし内容的には相手チームの方がかなりキルで使ってる格差戦場いつもの。ここはしっかり第一目標防衛して、ガンエボはキルデスゲーじゃないってとこ見してやってください。オッケー、今こそユウさんのコラテラルダメージアタックチャンス。敵のWキルラッキーボーイだぜ、ユウ補正死亡。早うて打て、蘇生されとるぞ。いや、ちょっと弾でねえんすけど、ウルトからのメイン射撃でなくなるバグで当然のように拠点爆破される。とりまこのメイン射撃でなくなるバグ直してく。負けました。延長戦突入して30分近く粘った試合が最後は結局ボロ負けする最高にストレスフルな結果。今年最後もガンエボらしい試合でフィニッシュです。ともかくゲームシステム自体はかなり改善されてきてるんで、運営の頑張りは評価してあげたい。あとはプレイヤーが増えるかどうかですね。そして初めてのチーム内4冠達成。ただし相手チームの MVP と2倍近いキル差ある模様。これ味方ガチャゲーなんで。てことで今年もご視聴ありがとうございました。良いお年を。